私はみんなのヴィランエプリの力を信じてる。ここは私たちが引き受けます。うん、みんなは少し下がってて。眉の中から巨大なヒュージが。私は絶対に諦めません。だって私はリリーだから。メインストーリー1章完結編、最下の帯同配信。アサルトリリーラストバレット。落ち込んでる暇があったらとにかく立って前へ進むの。私たちにはそのための力があるんだから。この私が力を貸してあげるんだから感謝しなさいよね。近づいています。おそらくこの辺りにヒュージの群れがいるかと。ビンゴよクレハ。え、結構集まってるみたいね。厄介だわ。ヒュージはいっぱいいるけど変なヒュージいないね。あのヒュージは特殊な個体よ。この群れの向こうに潜んでいるのかもしれないわ。ヒュージにそんな知能が。どの道ここにいるヒュージは駆逐しなければね。この町は取り返さないと。ええ、高根ちゃんの言う通りよ。みんな戦いの準備を。やっとグランエプレが集まったって感じですね。クナホ様と高根様、やはりお二人がいませんとグランエプレは成り立ちません。私もみんなと戦えることが嬉しいわ。でもこの初戦はあなたたちに任せていいかしら。一つ柳隊の方々と一緒に戦って得たものを見せてほしいわ。わかりました。あかり、クレハ、カナホ様にいいところ見せるわよ。おお。自信はありませんが頑張ります。頼もしくなってきたわね。カナホ、私なら大丈夫よ。最後まで戦い抜いてみせるわ。ええ、信じてるわ。でも見てみたいの、私たちの後を継ぐグランエプレの力を。そうね、これからのグランエプレを見届けなければね。距離を取って戦うわよ。ヒュージを近づけないように死角を作らない。近くに寄らないとはヒュージがよく見えないんだけどな。まあいっか。さすがです、あかりちゃん。私も続きます。よ、二人とも、このまま寄ってくるヒュージを削っていきましょう。はい。ですがこのヒュージの数は。サダモリ、なんか倒せば倒すほど増えてくよヒュージ。ケイブを潰さないとダメか。でもこう押し寄せて来られたんじゃ身動きが取れないわ。私を使って姫香ちゃん。
かなほ様？中心はあくまでもあなたたち1年生だけど、私たちもグランエプレの一員。姫香ちゃんが必要と判断するなら指示を出してくれて構わないわ。でもかなほ様は姫香たちのリーダーだし。かなほがいない間うまく指揮していたじゃない。それに姫香さんに使われるかなほを見てみたいわ。いいんですね、お二人とも。ええ、任せてちょうだい。わかりました。姫香たちはフォーメーションを維持、ヒュージの層が厚い部分を攻撃、かなほ様と高根様はその隙間から警部を発見して撃破してください。了解したわ、高根ちゃん。ええ、行きましょう、かなほ。グランエプレゴー。よくやったわ、クレハ。カナホ様、タカネ様、警部に向かって突撃を。カナホ先輩たちはあっちの警部を壊しに行ったよ。ここにいるのは僕たちだけ。いつの間にか陣形が乱れてしまっていたようです。どうしますか、カナホ様たちを呼んでまいりましょうか。いえ、姫香たちでやるわよ。今の姫香たちならきっとできるはず。うん、僕も賛成。わかりました。私も覚悟を決めました。よし、それじゃあ警部の破壊は姫香が担当するわ。あかりとクレハは後方から援護をお願い。姫香の進行方向から来るヒュージをできる限り排除して。了解。はい。光り輝くステージは目の前。さあ行くわよ。レディーゴー。サダモニの邪魔をするな。姫香ちゃんの進む道は私たちが切り開きます。感じよ、二人とも。このまま一直線に。いけー、サダモリ。たー、警部の破壊を確認。やったね、サダモリ。当然よ、あかりもサポートありがとう。クレハもナイス援護よ。ありがとうございます。よし、これでこの辺りの警部は全て破壊したわ。あとはかなほ様たちと合流して残りのヒュージを叩けば。タカネちゃん。え油断したわ。タカニャン先輩、どうしたの？ようやく引っ張り出せたみたい。姿を隠していた標的が、ね。それじゃあ。特型ヒュージ。大丈夫、高根ちゃん。ねえ、不意をつかれたけど、ダメージはそれほどでもないわ。それよりも、あのヒュージ。こないだ戦った特型ヒュージと同じ種類ね。同じ個体ではないようだけど。あのヒュージどこも怪我してないもんね。動きもビュンビュンしてるし元気いっぱいって感じ。無傷な相手と戦うわけね。こっちは連戦続きだっていうのに。それも作戦なんじゃないかな。ずっと後ろで隠れてたのも僕たちが疲れてクタクタになるまで待ってたんだと思うよ。ヒュージにそんな知能が。あかり、あんたヒュージのことになると途端に頭が冴えるわね。
いつもよーく観察してるからね。あかりちゃんのその観察眼頼もしいわ。何か気になることがあったらすぐに教えてね。はーい。みんな疲れてると思うけど、もう少し頑張って。あのヒュージはここで私たちが倒しましょう。は、はい。微力ながらお手伝いさせていただきます。高根ちゃん、いける？当然でしょ。あなたの横で戦えるのは私だけなのだから。高根ちゃん。それでは作戦を伝えるわ。相手は強敵よ。心してかかりましょう。はい、カナホ様、グランエプレの底力見せつけてやりましょう。姫香ちゃん、頼りにしてるわ。行きましょう、カナホ様。姫香も頑張りますから。任せて、思い知りなさい。この世の断り、これで終わり。いい流れね。この調子で頑張りましょう。次に行きましょう。でも無理かな。そんな、あかりちゃんの射撃でもダメなら私たちでは手も足も出ません。そうね、作戦を考え直す必要があるわ。カナホ様、あのヒュージ、おそらくこちらの動きを学習しているわね。学習ってヒュージが？最初カナフと二人で攻撃した時には通じた攻撃が、今はもう通じなくなっているわ。うん、一度受けた攻撃はもう通用しない。そう思った方がいいと思うわ。そんなヒュージを相手にするなんて。そんなことより作戦を考え直すってどういうことですか？ええ、今あのヒュージの動きに対応できるのは私と高根ちゃんしかいないと思うの。確かに悔しいけどその通りです。それじゃあカナゴ先輩たちが突撃するの？そうね、でも私たちの攻撃で攻めきれるとは限らないわ。最悪私たちの攻撃も見切られて手詰まりになる可能性もあるわ。そりゃお手上げだね。あんたね、もうちょっと緊張感っていうものを。あの、私たちにもできることがありましたら言ってください。足手まといにはならないようにしますから。クレハの言う通りです。姫子たちだってグランエプレなんですから。うん、もちろんあなたたちにも手伝ってもらうわ。はい、ご命令とあればおとりでも玉よけでも何でもします。あら、鋭いわね。え、貞森、出番だよ。生贄になるのだ。いやよ、いくら姫香が可愛いからってそんなそうじゃないわ。おとりというより陽動作戦ね。あなたたちにはヒュージをかく乱する猛攻を仕掛けてもらうわ。当たらなくてもいい。とにかく相手の気を引くような動きよ。敵の攻撃も激しくなっているわ。正直
生半可な覚悟でできる作戦ではないけれど。やります。ですよね、姫香ちゃん、あかりちゃん。当然よ。ヒュージの視線を釘付けにしてあげるわ。これは姫香のアイドル力が試される時ね。僕もいいよ。あのヒュージのこと、もっと知りたいし。頼もしくなったわね、本当に。それでは作戦変更よ。あなたたちの活躍、楽しみにしているわね。はい。姫香の可愛さをアピールしなくちゃ。終わりよ。天の計り目。さっさと終わらせましょう。この世の断り。終わりよ。今日の姫香も最高に可愛いわ。終わりよ。姫香に勝とうなんて100年早いわ。嬉しいわ。それそれそれ。分かっていましたけど、早い。カナホ様が言ってたでしょ、姫香たちの目的は攻撃を当てることじゃないわ。陽動作戦ですね。そういうこと。それじゃあ姫香たちも行くわよ。はい、お供いたします。こういうのは苦手ですけど、目いっぱい目立ちましょう。ほーらヒュージー、姫香たちはこっちよ。姫香ちゃんたち、頑張ってくれてるわね。ええ、彼女たちの期待に応えるためにも決めるわよ。高音ちゃん、体の方は本当に平気なの？何度も言わせないで。たとえマギが尽きてチャームを握れなくなったとしても、あなたの隣に立つのは私だけよ、カナホ。ごめん、高音ちゃん。そして、ありがとう。うわぁ！サダモニ。うわぁ！まだよ、カナホ。今日を着くのならここで手を出してはダメ。わかってるわ。姫香ちゃんから離れて！サダモニの敵討ちだ。勝手に殺すな。当たったわ。今よ、カナホ。背中がガラ空きよ。サダモリ、大丈夫？大丈夫じゃないわよ。あんな戦い方を見せられて大丈夫なわけないわ。私もいつかあんな風になれるのかしら。なりましょう。私たちだってグランエプレなんですから。見て、決まるよ。カナホ、行くわ。え、これで終わりよ。
張りましょう。カナホ様、私精一杯頑張ります。任せて。いや、思い知りなさい。近くにいるわ、急いで。思い知りなさい。この世の断り。行きましょう。